吉田さん、飲みの話ってね聞いたことありますよ。であのー、私ね基本的にこう思ってるんですよ。まだいけると思った人だけがまだいけるというふうに思うんですよね。もうダメだと思った人は当然ですけどももう一歩行こうなんて思わないじゃないですか。まあ、つまりどういうふうに考えてるか何を発言してるかによって未来の人生っていうのは決まっていくと思うんですよ。であのー、いろんなことをやったけどもうまくいったことがなかった人は 次の挑戦もうまくいかななないいいんんじじゃかなっていうふうに感じると思うんですよそれは分かるんですけども私は全く違う見解でね何もうまくいくことがなかっただから次のやつぐらいはうまくいくだろうと思うんですよで実際会社をやったりとかね訪問販売したりとか店舗をやったりとか会社員をやったりしたけども何もうまくいかなかったんですよ、まあ、だからネットぐらいはうまくいくんじゃねえのと思ったらうまくいったみたいな感じですからねだからね100挑戦ししてて失敗しても 101個目の挑戦には何の因果関係もないっていうふうに考えてるんですよ。で、これをね、その男女関係とか恋人関係に置き換えると、すごくね、あのー、当たり前の事実に行き着くんですよ。まあ、例えば女の子がね、いて、ある男性がちょっとね、付き合いましょうっていうふうに告白したとするんですよ。そしたら、女の人がね、私は今まで男性でね、失敗してきたから、次もうまく付き合っていける自信がないんです。ごめんなさいみたいなことがあると思うんですよ。で、これで、ああ、 辛い過去があったんでね、お疲れ様っていう風に、物分かりのいい男性もいるでしょうけども、もう私に言わせればね、ふざけるなって話ですよ。今まで100人と付き合って200人と付き合おうかね、俺とは全く関係ない人間と付き合ってたんだろうが、関係ないよ、そんなの、みたいなね。逆に、100人に振られた200人と付き合うの失敗したんだったら、次の1人ぐらいはもううまくいくんじゃないのみたいなね。それだけ失敗の経験したんだから、次はヘマ打たんでしょみたいなね。 まあそんんなな感じなんですよつまりまだいけると思うからまだいけるんであってもうダメだと思った人は本当にダメになるっていうよ、ね、うね、ん、今日の時点での思考が未来を摘み取ってしまうんではないかなと思うんですよ、まあ、だからね全ての人にあ,のあらゆる可能性を残しておきたいなと思いますし少なくとも少なくともですよお前もうダメだよっていうふうな言葉で蓋をするんじゃなくていやなんかやる気があるんだったら次いけんじゃないのぐらいのね まあ受け止め方はしてもいいいいんじゃないかなかと思まますよね、まあそのビジネスをやりたいと思ってる人でも結局過去を持ち出す人っているんですよ。昔こんなことがあってうまくいかなかったんですとかね昔こういう風なトラウマがあるんですと。うん、だからって感じですよね。<laughs> それはね5歳10歳20歳の時にどんな目に遭おうとも30歳40歳50歳のあなたには全く関係ないでしょうと。ね、まだ未熟な20代30代の時だったからそういうことがあったんでしょうと。今はもう油ののった時期じゃないですか。 今度はうまくいきますよ。ね、小学校の時に、ね、算数が不得意でも今は得意でしょ小学生レベルのことはできるでしょっったらまあできるかなみたいに答えると思うんですけどもね。まあ、小学生のことを今になってもできないんだったらもうそれはちょっとね、あのー、どうしましょうかって話ですけどもね。それはできないんじゃなくて、小学校の教科書を持ってきてやってないだけでしょと逆上がりだってもう何十年も勝手にやってないだけで、 ね、あの頃できたんだったらできると思うしあの頃できなくても今だったらできるでしょうみたいなねとにかくあの自分に対して自分の可能性を自分で刈り取ることなくねなんかもう一歩踏み出してみようかなっていう風な気持ちは残しといてもいいんじゃないかなと思いますね。ということで「のみの限界」これはね多くの人が勝手に何の蓋もないのに自分で勝手にね蓋があると勘違いして自らの可能性を閉じてしまっているんではなかろうかという風な感じで今日の「億万長よろしくいってみましょう。